クルタジャティ国際空港は、インドネシア共和国西ジャワ州、マジャレンカ県クルタジャティ郡にある空港である。西ジャワ国際空港とも呼ばれている。バンドンの東方 68km、チルボンの西方約 40km の場所に位置する。インドネシアの航空需要増加に対応するため、2015年から建設が進められており、2018年6月に開港予定である。 開港時、空港敷地は879ヘクタール、滑走路1本、空港ターミナルは83,700平方メートル、最大年間利用者数は500万人となる。2018年5月24日、開港、供用を開始した。開港後、バンドンにあるフセイン・サストラネガラ空港は、軍用飛行場へ転換される予定である。ディルガンタラ・インドネシアは、 開発拠点をクルタジャディ国際空港に移す計画がある。高速道路、高速鉄道で各地と結ばれる計画である。ありがとうございます。